テキラドムデジョンです。今回はね、こちら、イッツのゴブリン無限チャレンジということでね、こちらをね、攻略していこうと思います。結論から言いましょう。これね、僕は簡単に取れました。でね、方法ね、早速、まあ概要というか、見ただけですごいびっくりすると思うんですけど、これね、金庫以外にテスラが入ってきます。これがね、強いんですよ。テスラが強い。改めてね、思い知りました。こんな普段ババアチャとかで攻めないからね。テスラの強さを改めて知りましたということでね。あとは巨大爆弾が出てくるのでね、そこだけちょっと気をつけてくださいって感じです。早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、巡回数方法を早速教えていこうかなと思うんですけど、まずはこれ、アーチャーで1体ずつ囲んでください、すべての金庫。強いです。金庫 HP 高いからね。まあ僕は、とかどれもね、左右対称でね、テスラの生え方とか一緒なので、好きな面を取ってください。僕はね、3時と6時を繋いでいく面で取りました、今回は。3時から6時の面で行くんですけど、まあ別に、どの、あれでもいいです。はい。僕はね、出しやすいっていう理由で3から6にしました。iPad だとね、特に普段使わないので、携帯だとね、別の面の方が取りやすかったりもするんですけど。で、ここ真ん中のところだけはね、ゴブリン、出してもテスラ反応しないエリアになってます。まずはここゆっくりアーチャーで削る時間、外周部の金庫削っておくためのだけの時間なので、まあ、ちょっとここは待ちましょう。ステイ、これがね大事なんですよ。料理でも大事なんですけどね、このね一手間でね結構ババアチャの飲みが変わってくるので、これ待ちの時間が割と大事になってきます。はい。でちょいちょい進み始めましたね、3時と6時の面が。なのでちょっとずつ先にアーチャー足しておきます。これ後でねババアチャの後衛ユニットになるんで、はい。ここで一気にバーバリアン出していって、両サイドもう面出しです。行きましょう。でここゴブリンちょっとだけ止めて、はい。ここ巨大爆弾来るの分かってるので、はい。ここ巨爆が終わってからジャンプと本命ゴブリン、いけ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 と、もう面出しです。もうこれねケイスケさんにもね聞かれたんだけどね、これ面出しで行きますよ普通にって言ったのでね、同じあれになるんじゃないかな、多分みんな同じ感じになんじゃないかな。で、真ん中に行ったゴブリンに対してはここ、インビジブルの呪文を使うことでタウンホールを破壊してあげてと。で、6時と3時の方にしっかりアーチャーがね、イーグル砲の方に向かうようにしてあげてください。向かってますね。オッケーオッケーと眺めていって、これね、結構ほら、9時強いでしょ。12時はね、残す感じで、3時、6時、9時みたいなね、片方、12時でもいいんですけど、そしたら9時を残すイメージで、どっちかね、順番に行く方がいい。はい。こんな感じで、アーチャーでイーグル砲を拾いつつ、ゴブリン出していって、で、これ、金庫を削っていくと、もう残った金庫がなくなるので、普通にゴブリンたちもね、テスラ殴り始めるんですよ。ほら、もうあと数で押せるでしょ。ユニットめっちゃ残ってるし。はい。これです。これやりましょう。これがね、簡単です。素晴らしい。で、一つ忘れてたんですけど、これね、一番早く、クリアした人には300ゴブリンフィギュアみたいな記念フィギュアかな、ゴブリン300ゴブリンフィギュアっていうね、初めて聞いたゴブリンのフィギュアなんですけど、それがねもらえるらしいので、ぜひ挑戦してみてください。ちょっと僕のやり方だとね、絶対にクリアはそのあれにはならないんですけど、ゆっくりしなきゃいけないのでね、ここでねクリアするためだけだったら、このアーチャーの待ちの時間結構大事なので、まあ思い切って待っちゃってください。これがねクリアするために必要です。やらないとテスラが生えてきて、金庫がね削れなくなっちゃうんですよ。なので事前にねこの HP の高い金庫をアーチャー1体で削っておくっていうのはね地味に大事です。はい。でさっきからやってるんですけど、内側だけこれゴブリン通ります。テスラ生えないです。さっきも言ったんですけど、ちょっと時短みたいな感じかな。はい。これで待ってあげて、もうコツはもう一本指とかじゃなくて何本かの指でユニットを一気に出していくことですね。素早さが結構大事になってきます。さあもう6時行く準備ができてきたので、ここバーバリアンでタゲ取って、リアックサイドもバーバリアンタゲ取って、金庫の方はねゴブリンの方が圧倒的に速度速いのでゴブリンで回収してあげつつ、ジャンプを置いてレッツゴーです。あとはもうインビジブルのタイミングですね。ゴブリン中心入ってくると、あの辺罠ないんで大丈夫です。もう罠がないので、向かったタウンホールに向かったゴブリンにしっかりインビジブルの呪文を合わせていくと、タウンホールが一瞬で落とすことができて、はい。で内側の金庫たちもねゴブリンが破壊してくれつつ、そうするとババアチャ結構出してれば3時と6時イーグル砲が追われてて、9時がね蛍光上残るんですよこれ。なのでこの辺ババアチャ結構ちょいちょい出してあげつつ、ユニット全部出さない方がいい本当は。
うん、でちょっとずつ残してあげて、こんな感じで12時でもう一回合流できるようにしてあげて、ゴブリンもね全部出さないでちょっとずつ残して、最後金庫削る、タゲ取りみたいな感じでやっていくと、最終的にね、ほらババアちゃんたちのための盾にもなるし、金庫速度、削る速度が鬼早いし、内側の金庫も削れることができれば、最後防衛施設のね回収にも加わってくれるということで、これがねいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、個人的にはね他にやり方がほぼないんじゃないかな。なんか画期的なやり方あるのかな、わかんないんだけどインビジブルの呪文もジャンプの呪文も1枚ずつしかないから、何か工夫をしようとしても普通にジャンプでタウンホールまで届けてインビジブルでゴブリン守るしかないので、もう本当に今みたいなやり方の延長線上でやっていくしかないと思うんですよね。だったらもう確実にクリアするためには今みたいにね時間使ってあげるとクリアに近づくんじゃないかなと思います。たまに聞かれることあるんですけど、一本指でバーってやるんじゃなくて、ユニットをこういう風になんかバーって全面展開でユニット出す方法、これはね僕今3本指使ってるんですけど、3本の指を立てて、まあ4本でも5本でもいいんですけど、僕は3本の方が安定するかなと思ってるので、指さーって横にガーって3本の指をつけたまま横に振る感じですね。これはね以前ディガホグのねあれで紹介しているので、出し方、ユニットの出し方、ぜひねそちらも見てみてください。はい、ということでね、今回ねゴブリンチャレンジだったんですけど、以前のね動画、チャレンジ系の動画も概要欄載せておくので、まだクリアしてない方ねそちらもチェックしていただきつつ、今後もねチャレンジ続きますので、ぜひねチャンネル登録していただきつつ見ていただければなと思います。報酬だったりね、クリアの、なんか、優勝者へのね、景品もすごく豪華なので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。というわけで今回この感じで、おらまってね、さよなら。